じゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日もプレミア12ありました。まあ山だな。山ですね。台湾でやるということでまあ向こうのホームチームということですね。もう完全なアウェーの中で戦わなきゃいけないというね、うん、応援の雰囲気も全然違うのでね、まあ、やりにくいよね、うん、もう本当に応援の仕方も違うしリズムも違うしさ、はい、うん、だからそういう意味ではどういう試合になったかというね、やっぱそういう雰囲気に飲まれてしまうっていうこともまあ飲まれるっていうことはないにしてもやりにくさっていうのはねあるかもわかんないね。まあ日本のそのいろんな球場でも応援が違ったりとかしてて、まあそういう環境には慣れてるはずなんだけども、やっぱ国際試合ってまあ独特な雰囲気もあるしね、だからそういう面では飲まれるっていうことはないけどもやりにくさっていうのはまあ感じるかもわからないね。はい、はい、ということで、はい、今日はちいちゃんよろしくね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、チャイニーズタイペイと試合ということで、はい、まあ先発メンバーはいね一部変わりましたね。4番まで変わらない、うん、桑原、小園、辰巳、森下、うん、ね、で5番にまあ栗原を入れてたんだけども、はい、DH で佐野を入れてきた、うん、まあやっぱり今日左ピッチャーということもあり先発がね相手が、うん、で栗原が昨日のデッドボールという影響もあったりだとか、はい、まあ状態的にもそんなには良くないんだよね、うん、栗原がね、うんうん、だからまあ佐野は昨日思い切りよく、はい、初球から触れてきてるんで代打でね出てましたが、だからまあ佐野を使ってきて、はい、まあ6番は牧、うん、でショートに源田を入れてサードに紅林を使ってきたという、はい、でまあ一つにはやっぱ今日一つの山だというふうに今田監督考えてると思うんだよね、うん、まあ、その中でやっぱこうより守備を、ね、うん、強固にしたという、それと昨日三盗された時に野手も隙を作ってたということから考えて、やっぱ源田をちょっとやっぱこう経験値の高い源田を入れてきたなという、うん、でまあそこそこ触れてる紅林が、そのままサードに移行した。でキャッチャーは今日も坂倉ということでね、うん、まあ試合が始まりました。なんとなく守備の安定感というか源田選手が入ると少しホッとする部分もありますか、うん、守備に関してやっぱね全然違う。やっぱりそうですかね全然違う、うんうん、ということで、うん、それはまあ守備のリズムだったり雰囲気も変わってくるということも、まあまあそうだね、考えてですかね、まあ、それとやっぱりピンチになった時に、うん、やっぱこう投手の声掛けだとかタイミングだとかやっぱ源田が入るとねやっぱ全然経験値も違うし、うん、まあいいタイミングでいくなっていうようなところもあるし、なるほど、うん、だからまあ本当にこう安定感のあるね、まあ、選手やなっていうふうには思いましたよ。いろんな意味で頼りになるということですね。はい、はい、ということで、はい、今日結局スコアは3対1で日本が勝ちました、はい、ということで先に書いてありますが、うん、このリーグでグループでの単独首位ということですね。まあそうだね、台湾と日本が負けなしということだったんですけど、はい、まあ2勝でね負けなしだったんだけど、はい、日本が3連勝ということでね、うん、はい、まあタイニーズ台北、まあ台湾がタイニーズ台北ね、はい、が2勝1敗という、はい、まず先発の才木からいきたいと思うけども、うん、5回3分の2、うん、83球ちょっと多めですか。まあでもね、うん、まあ多めって言ってもしょうがないかなっていうふうに思うよね、うん、これはなぜかというとやっぱり慎重にも投げるし、はい、だけどそのまあ高橋宏斗とか、うん、と比べるとやっぱちょっと落ち着きはあったかなという、うん、まあそれはもうゲームをこう見ながら慣れてたっていうね、体も今までの、まあ、資格も慣れてたという、うん、はい、ただ台湾戦ということで、はい、非常に投げにくさはあったにしても、うん、やっぱこういう、 こう雰囲気に慣れてたっていうところがまあ一つの利点だったかなっていうことと、はい、やっぱ球も走ってるし、まあ、そこそこ、うん、フォークも落ちてたしね、うん、だからすごく安定感は感じた。はい、うん、だからまあそんなに簡単には点はやらないだろうなっていうような、うん、まあそんな感じだったね立ち上がりからね。はい、被安打3、5三振、うん、2つのフォアボールというような内容でしたね、うん、まあそうだね、はい、はい、ということで、うん、まあ日本の攻撃ねちょっと振り返ってみたいと思うんだけども、はい、まあ1回の表、うん、いきなり桑原がサードのエラー、はい、小園フォアボール、うん、ノーアウトランナー1、2塁、はい、いきなりチャンスだ、はい、で辰巳が当たってないからどうするかな、井端監督どうするかなと思ったら、うん、打たしに行ったね。ちょっとね今ここの段階ではまだヒットがないような状況でしたよね。まあそうだね、うん、まあだけどそのやっぱ打たさないと調子も上がってこないしさ、ね、まだ初回ということで、まあ、辰巳も打たしてゴロになっても、まあ、そんなにゲッツーのあるバッターでもないし、うん、まあ、強行に行ってファーストゴロ、まあ、一塁が弾いた関係で、
ワンアウトは取られたけど1、3塁にランナーが残るというね、はい、うん、で森下がライトに犠牲フライ、うん、で小原が、まあ、ライナーだったけど飛び出してないだろうなと思いながら、はい、まあ、見てたら、うん、素早く戻って、はい、まあ、ホームに戻ってきたという ね、まあ、タイミング的にはギリギリだったんだけども、はい、あの非常にいいスライディングをね、うん、ヘッドスライディングを見せてくれたかなというね、はい、まあ、そんな感じがしましたよ、はい、ということで早速先制点を初回から挙げることができましたね。まあそうだね、はい、で初回の台湾の攻撃、うん、やっぱ 1,2,3 番がね、はい、向こうの売りで、はい、まあ、佐伯とすぐ退場するわけだけども、うん、まあ3番にヒットを打たれるものの、はい、まあ、4番が三振と、うん、でやっぱ振りは鋭いけど、うん、やっぱ佐伯の方がやっぱ上回ってるね、球質が、うん、あだから、あこれはそんなに間違いなければ打たれないなという感じは受けたよ、まあ、この初回の 1,2,3 番、そうだね、まあ、4番まで、はい、はい、で3回表、はい、ね、また1点取るところなんだけども、うん、まあ、坂倉がフォアボール先頭、はい、で小原が 3-2 からランエンドヒット、うん、で進塁打になるんだよね、はい、でワンアウト2塁になる、小園がセンターフライで坂倉がそれを見てタッチアップ、ね、3塁、うん、やっぱねこういったね細かい積み重ね、フルカウントにしてランエンドヒットでランナーがセカンドに進む、うん、ヒットじゃなくてもあのタッチアップでサードに進む、うん、でやっぱりランナーセカンドよりもサードの方が相手はものすごいプレッシャーがかかるわけだから、うん、やっぱりよく進めたなと思って、うん、でここで3番辰巳、はい、ね、うん、レフトオーバーの2塁だというね、なんかみんなほっとしました。まあほっとしたね、これで2点目、はい、まあ、辰巳は初ヒットということなんだけど打点もつきましたし、ね、はい、やっぱね井端監督が辰巳をやっぱこう3番から外さないっていうのは、うん、ずっと打てなかったんだよね、うん、ここまで。そうです、ね、いやだけどね、ランナー一塁だったらやっぱり引っ張りに行って、うん、一三塁を抜か作るために、引っ張りに行ってんだよね、一塁間狙って、うん、でそれが抜けると一三塁になるとか、やっぱね打っていく方向をすごく辰巳は考えてるんだよね、うん、だから初回でもノーアウトランナー一二塁、はい、強行だと、うん、そしたらねこれ一番最悪なのが6-4-3とかのダブルプレーなんだよ、はい、でもやっぱり引っ張りに行ってゲッツーが少ない方向に引っ張りに行き、うん、なおかつ抜ければチャンスがものすごく広がるっていう方向に、うん、やっぱ打ちに行ってんだよね、はい、いやだから辰巳はね外せないんだよね、うん、いやでここでやっぱりやっと出てね、これは今度はランナー返しに行ってるから、はい、思いっきり引きつけて流しに行ってるんだよね、うん、いやだから非常にいいバッティングを見せてくれたなと思ってね、はい、辰巳選手もね、ちょっと塁上嬉しそうな表情が出たので、まあね、ちょっとこちらもホッとしましたけど、まあ、いやそりゃホッとするやんな、ね、いやそれで2アウトランナーセカンド、はい、で森下に、まあ、勝負にちょっと行きかけてるんだけども、うん、カウントが悪くなって、申告敬遠、はい、で佐野、うん、セカンドゴロで、まあ、1点止まりだったんだけどね、はい、で4回、うん、源田ソロホームラン、びっくりしましたって言ったら あれですけど、まあ、失礼かもわからんけど、失礼かもしれないですけれども、まあでもなんとなく雰囲気はありましたね、あったね、うん、あの初球見逃した時に、うん、あこれは引っ張りにいってるんだろうなと思って、そしたらね次の球打ちに行ったけども、綺麗な、まあ、見事にホームランしたという ね本当に。でも結果的にはこの1点というのはものすごい大きな1点になってるしね、大きかったし、今日スタメン起用ということでね、本当に素晴らしい。ただ日本の良かったところは、はい、まあ、ここで投手交代になるんだよね、うん、向こうはね紅林選手のところね、はい、で紅林坂倉が変わったピッチャーからすぐ連打をするんだよ。そうですね、だからまあ初見でねすぐ連打が出る、うん、でワンアウト一二塁、はい、まあ桑原小園が倒れるんだけども、うん、まあでもいい攻撃を見せてくれてるなというね、うんうん、まあ厚みのある攻撃、ね、まあ桑原が小園に一本出ればさ、また大量点になったかなと思うけど、まあそう簡単ではないよ ね、まあ向こうだってしのごうと思ってピッチャー変えてきてるわけだからね、もう変えてきたところですんなり終わらなかったというのが良かったってことですね、うん、そうだね。で5回裏、5回裏、はい、台湾の攻撃、チャイニーズタイプで佐伯がね先頭打者にフォアボールを出すんだよ、うん、あこれはまずいなと思ってたんだけど、はい、牧がね、うん、ファインプレーなんだよ。向こうは代打を出してね、はい、キャッチャーのところに、うん、代打を出してあの攻撃に移るんだけども、はい、一塁線の球を素早く取って、うん、はい、でベースを踏み、うん、
まあセカンドに投げたという、うん、ベースを踏んでセカンドに投げるっていうことは、うん、あのライン上にランナーがいるんだよね。なるほど。すごい送球としては難しいんだけども、はい、牧がいとも簡単にそれを投げてあのゲッツーを完成させてくれたと。だからまあこれでちょっと一安心だったね、うん、これはね。ねえ、やっぱ牧はファーストうまいね。やっぱりセカンドよりファーストの方がいいんですか？いやー、やっぱセカンドやってるから動きもいいしさ、反応もいいよね、うんうんうん、だから非常にやっぱマキのファーストっていうのは効いてるなという感じがするよね、うん、はい、はい、で6回表、はい、マキ、源田、うんうん、こっからがねちょっと問題点が出てくるんだけども、はい、ここからね、またあのピッチャー変わってるんですよね。そうそう、うん、でマキ、源田連続フォアボール、うん、はい、でノーアウトランナー1・2塁、うん、で紅林にバント、はい、ね、させるんだけども、まあ、結局3バントまで行って、うん、できなかったという失敗ということで、失敗ということ、はい、で坂倉、ゲッツー崩れ、これもうまい内野手だったらもう完全にゲッツー取れてたんだけども、はい、2アウト1・2塁、2アウト1・3塁ですね、あ、1・3塁か、うん、で桑原がまあ三振で得点ならずという、うん、だからまあ絶好のチャンス、相手がくれたチャンス、今までは、得点にしてたんだよね、うん、向こうがミスしてくれたことによって、はい、だけどなんかだんだん取れなくなってきてるなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがした、はい、で6回裏、うん、やっぱりこういうチャンスをものにできずにいると、うん、やっぱ相手も攻撃というか、はい、まあ、流れが変わってくるよね、うん、でワンアウトからフォアボール、はい、まあ3番バッターがレフト前ヒット、はい、2アウト1・2塁、うん、まあ、佐伯に代わって、うん、まあ、鈴木がマウンド、鈴木翔太、はい、まあ、台湾の方も代打強冠、ね、22年23年にホームラン王というね、うん、パワーヒッター右バッターを持ってきた。だけどやっぱこう鈴木は落ち着いてるな。いや外にさ、やっぱねああいうところって打ち気に流行るよ、うん、なるほど。まあ、でもね、まあ、坂倉もよく相手が見えてたというかさ、うん、僕こう強引に来るだろうなって言ったところを外にツーシーム投げるんだよね、はい、少し抜いたような感じで、うん、それはやっぱり引っ掛けるわ、うん、でショートゴロで、まあ、得点ならずという。だからまあここら辺がやっぱり一番の勝負どころだったね、うん、あ、だから非常にパワーでいくというよりも、はい、やっぱ向こうがパワーで来るんだったら、ここがここら辺がちょっと抜きでいったっていうところがさ、うん、まあ、すごく鈴木と坂倉のバッテリーはよく見えてたなっていうふうに思ったね。で7回裏、はい、北山この回からマウンドに上がる、はい、まあ、ツーアウトいい形でね、うん、取ったんだよね、セカンドフライ、はい、センターフライ で、はい、でそんなにいい当たりでもなく、うん、だけどツーアウトから、ボール3、ワンストライク、うん、3、1から、はい、ペイフォンにホームランを打たれるんだよね。あ、やっぱりこうカウント負けしたっていうかさ、うんうん、あの、安易にやっぱまっすぐですっと取りに行ったらこういうことが起きるなと思ってね、うん、この1点っていうのはすごくヒヤヒヤした1点になるから ね、 そうですよね、うん、だけどまあ後続は抑えたんだけども、うん、で8回表、うん、で佐野が2塁打、ノーアウトランナー2塁、ダイソー磯畑、うん、牧がやっぱ右打ちするだろうなと思ったらちょっと詰まってファーストのショーフライになって、うん、ランナーを進めることができなかったんだよね、はい、で源田がファーストゴロ、うん、でツーアウト三塁になって紅林がライトフライで0点という、うん、ノーアウトランナーセカンド、まあ確かにノーアウトランナーセカンドから絶対点を取らなきゃいけないとか絶対点が取れるっていうことではないけども、うん、まあ、ダイソーまで使ってるんだったら絶対点は取らなきゃいけなかったね。取りたかったですね。取りたかった、うんうん、まあだけど牧が右打ちの意識があったりだとか、うん、まあ、そういう意識っていうのはすごく大切で、まあ、やってくれたっていうのが、まあ、プラスかなというふうには思うよね、うん、で9回表、ね、2アウトから小園がヒット、うん、で盗塁でエラー、まあ、キャッチャーのボールがそれたんだけども、はい、まあ、それで3塁、はい、で辰巳、はい、ね、センターへ大飛球、うん、まあ、向こうのセンターも球際強かったわ。はい、まあ、ファインプレーで得点にはならなかったけども、うん、まあ、辰巳の状態はこう上がってきてる ねこれはやっぱり一つ安心材料だわ、うん、で9回、はい、体勢が上がって締めたというね、うんうん、
いうそういうゲームだったんだけども、ちょっとねホームラン出たあたりから台北の方にね、まあ、ちょっとどうなるんだろうって少し思いましたが、まあ、そうだな、うん、得点を取らなきゃいけない場面っていうのがやっぱ6回表と8回表にあったと思うんだよね。6回表、うん、8回表にね、うん、これはノーアウトランナー1、2塁、はい、ノーアウトランナーセカンド、はい、まあ、バントが昨日からちょっといいところで決まってないということ、うん、まあ、これがちょっと監督としては頭痛いかな。これは普段の試合でバントをあまりする機会がないっていうようなことも影響しますか？そんなことは言ってられない、まあ、まあそんなことは言ってられないけどもなまあだけどやっぱできなくて負けるっていうのは嫌だもんね。そうですよね。だからまあ勝ったから良かったけども、うん、まあちょっと意識をもう少し高く持って、うん、やっぱね大事な場面やしやっぱ緊張もあるんだろうけども、はい、まあ、そういう緊張に打ち勝ってほしいなっていうふうに思うよね、うん、で今まではバント失敗しても例えば森下がね、それを脱ぎ払ってくれたりだとか、うん、で打点を上げてくれたりだとか、うん、まあいろいろ失敗したら次のバッターとかが助けてたんだけども、はい、だけど助けてくれることができなかった時に流れが変わってしまう。だからちょっと気をつけたいよね、はい、で佐野が二塁だ、うん、ね、まあ、ここもやっぱり得点にはしたかったね、うん、うん、だからまあそういった得点ができるようなところでできてないっていうのがすごく気がかりだったけども、うん、まあ言えば勝てばいいじゃないかっていう言い方もあるんだけども、はい、でも決勝トーナメントに上がるとね、うん、まあ、もう一つ上のラングで野球やらなきゃいけないから、うん、だからまあここら辺がね早く修正できるといいなっていうふうに思う。はい、で今まで小園、うん、森下、牧、うんうん、まあ、こういう3人ぐらいが、まあ、ヒーローだったんだけども、はい、ずっとね、うん、だから今日は、まあ、源田であり、うん、辰巳がね、はい、打ってくれたということで、まあまあ、森下の先制点というのも大きかったんだけども、うん、まあ、日替わりのヒーローが出てくるようになってきたという、うんうん、まあ、これは嬉しいことだ ね、 ね、うん、まあ、そういうことでチームがねもうちょっと乗っていければいいなっていうふうに思うね。ね、うん、だからやっぱりね、辰巳選手がねヒット打った時なんかもうみんなも、はい、わーやったやったって、いやーそうそうだね、本当なんかみんなもホッとするヒットであったりね、そういう雰囲気が伝わってくるのはチームの状況もいいのかなって、ね、まあ我がね我ができてるし、やっぱこう他人の心配してる暇もないんだろうけども、まあそうでしょうけどね、まあだけどやっぱりね苦しんでた辰巳が一本出て、うん、あもうみんながホッとするというような、うん、まあ、そういう状況の中でね野球ができてるっていうことは、まあ、いい雰囲気の中で、うん、まあ、野球やってんだっていうような感じがするよね。昨日もちょっとなんかバントもね、はい、うまくいかなかったりとかっていう、まあ、そうだね、ちょっと負の、ね、流れがあったのがこう、うん、ぶった切られたのが良かったですね。まあ、良かったね。まあ、でも辰巳って見てると切り替えがうまい選手だなっていうのも思うしね、はい、うん、だからまあ精神的な強さっていうのも感じるし、ね、すごく感じますね。ただやっぱ今日はね、メンバーを変えてきた、うん、あ、まあそういう源田を入れてきたりだとか、うん、まあ、佐野も最後ね、ツーベースを打ってるし、ね、だから非常に傭兵が当たったというかね、うんうん、まあ、そういう感じもするよね、はいはい、もうね、井端監督もよく選手が見えてるというか、まあそうだね、ね、状況判断的にも素晴らしいんでしょうかね、うん、まあ、そうだね、はい、だからあと2試合かな、うん、向こうではね、うん、明日はキューバと、明日はキューバ ね、うん、そしてその後がドミニカ、ね、ドミニカとということで、はい、両方19時からね、うん、試合ですけれども、はい、どうなるんでしょうね、またスタメンとか、まあまあ明日勝って、うん、まあ決勝トーナメントを決めれば、うん、まあ最後は出てない選手たちを、うん、まあ、積極的にちょっと使ったりだとか、うん、状態を見るために使ったりとかすると思うよね。なるほど。だから明日はもう決めにかかるよね。ということは、ね、明日はまあしっかりとしたっていうか、こうもうベストメンバーで、ベストメンバーで、うん、だからまあ今日の形でいくんじゃないかなっていうような感じはするけどね。なるほど、はい、まあいい雰囲気ですもんね。まあまあそうだね、うんうん、はい、はい、まあまあね、早く東京帰ってくることを決めて、ね、ね、安心して残り1試合を楽しんで、戦って帰ってこれるようにね、まあ、するといいなと思ってます。まあもうどの国も日本に対してって結構神経質になってるところがあるのでね、戦いにくい試合が続きますけど、神経質になってるよ、ね、
いやあれだけピッチャー変えるかなって。いや本当に、いやポンポンとツーアウト取ったのにさ、ピッチャー変えるんだよわざわざ。いや 5人の系統がなんか少なく感じますもん。まあそうだよな。いやそれと3人で切り取った方がいいじゃないかって思うけども、うんうん、より慎重に3アウト目を取ってくるなんていうのは、うん、やっぱ日本の、まあ、野球の力を認めてるっていうことだろうね。うん、嬉しいですが戦いにくい、まあそうなんでしょうね。もう、ま、もう本当にマークされてるから、はいね、あと2つ、うんね、頑張ってください。はい、はい。